今日は箱根湯本駅、箱根登山電車、それから小田急のロマンスカーの終着駅として知られています温泉街の駅に来ていますが、ここにはね、日本一を誇る鉄道路線があるんですね。箱根湯本駅の横から伸びるこちら箱根登山鉄道ですね。箱根のケーブルカーなんかがある強羅の方まで続いていますが、ここを出発して映像では強羅方面にこう線路が勾配を上って伸びていますが、ここねものすごい急勾配になっています。実はここのちょうどね箱根温泉と書かれている橋の部分ですが、ここなんと日本一の急勾配を誇るところなんですね。その傾斜の角度なんとね 80% ですよ。 1000m つまりは1キロ走るごとにスタートからゴールまでの傾斜標高差が 80m もあるという計算になるんです。一応日本全国の鉄道で見ると大井川鉄道の方が 90% というね、かなり日本一の傾斜を誇っていますが、大井川鉄道はちょっと特殊な路線でラックレールアプト式っていうね、線路2つの線路の真ん中に歯車みたいなのを置いて、それで登っていくちょっと特殊な鉄道なので、こういった2本のレールで進むタイプの粘着式鉄道では日本一となっています。 80% の表記もしっかりされていますが、実際にここからこの箱根登山鉄道の強羅駅の電車に乗車をして、その日本一の急勾配を体感したいと思います。乗車するのはこちら箱根登山鉄道の一線型ですね。こいつ結構新しいの来たなと思ったんですが、実は1981年に登場している、もう40年近く使われている電車みたいですね。そして車両の横からは大量の水なんですが、これは箱根登山鉄道ならではの理由が隠されているんですね。電車が急カーブを曲がるときって遠心力の関係でカーブの外側のレールと車輪にかなりの力がかかるんですね。その関係でレールが摩耗、つまりはすり減ることを防ぐために、通常であれば塗油機なんかを使ってレールのところに油を撒いたりするんですが、この箱根登山鉄道の場合はまあ急勾配がすごいため、油なんか撒いちゃうと滑っちゃうんですね。急勾配を上り下りしている最中に空転なんか起こったら大変ですからね。水が線路に撒き散らされて、そして摩擦によるレールの消耗を防いでいるわけなんです。片道の運行で約80リットル弱の水が消費されるみたいですね。そう考えると片道でものすごい水を消費しているんだなということがよくわかります。この箱根登山鉄道にはいろんな車種があるわけなんですが、こちらにはボックスシートが備えられていますね。これは旅人には嬉しい設備。そして皆さんも箱根湯本駅を出発するとすぐに日本一の急勾配 80% の急勾配が待ち構えています。もうここ出発しましたが、先ほど上から見下ろしていた橋の部分、もうここもう目の前にある線路のこのカーブ付近あたりからが 80% の急勾配、その 80% を示すこの勾配表もしっかりと見受けることができます。普通の線路でのこの 80% の坂、こんな坂を登っている最中にこの動力が何らかの事情でなくなってしまったら下に転がり落ちてしまうんじゃないか、そんな恐怖心と戦いながら乗車をしています。そしてこれ車窓を見ていただいても、この1両での高低差もものすごいことがわかります。これ箱根登山鉄道の1両の全長っていうのは約ね 15m となっていて、これ 80% の勾配においてはなんとね前後で 1.2m ぐらいの差がつくみたいなんですね。1両で同じ車両の中にいるのにもかかわらず、先頭と後方で高さは 1.2 メートルぐらいの違いが出る、もう半端ないことだと思います。そしてもちろん急勾配を走行するので制限速度もかなり厳しめに設定されています。小田急線の車両が乗り入れる箱根湯本からあと小田原駅の間ってのは60キロですが、この区間箱根湯本から強羅までの区間っていうのは40キロに制限速度が設定されています。もうご存知の方は多いかもしれませんが、この箱根登山鉄道は車体が赤く塗られている車両っていうのが多いんですね。それもそのはず、スイスのレーティッシュ鉄道ベルニナ線というところを参考にしてここを建設されています。僕もスイスには行ったことはないんですが、昔調べていてスイスの登山鉄道急勾配を上り下りする姿、またね赤い車両が特徴的なんですけれど、それに本当に似てるような、多分レーティッシュ鉄道の場合だとこれよりももっと長い長編成の列車が走っていた記憶がありますが、もう本当実際に行ってみたくなりますね。そしてここ一つ目の停車駅、ここは塔ノ沢駅ですが、両側をトンネルに挟まれている、いかにもね秘境駅っていうのがふさわしいような駅になっています。全線で箱根登山鉄道は単線なため、こういった駅でこう上下線での列車の待ち合わせが行われているんですね。
ねトンネルの中山奥を走る鉄道なので、度重なるルート変更などもあったみたいですね。もともとこの箱根登山鉄道のこの区間、強羅から箱根湯本の間っていうのは1919年に開業することになりましたが、当時はもうすでに小田原電気鉄道という路面電車が神津小田原を経由してこの箱根湯本の間を結んでいたんですね。そんで当時の温泉村の方々、今では合併して箱根町になってますけれど、それだったら箱根湯本からさらにうちの方まで線路を伸ばしてよというところで、箱根湯本からさらに強羅までの登山鉄道の計画がなされたんですね。結局現在では箱根湯本から強羅まで、そしてその後はケーブルカーになってしまっていますが、なんと面白いことにね、当時は芦ノ湖の北側仙石原あたりを経由して、そして御殿場の佐野、現在では裾野駅になっていますが、裾野駅の方まで延伸する計画もあったみたいですね。さあ、そして急勾配を登り切った先には駅みたいなものが見受けられますが、これは駅ではないんですね。箱根登山鉄道名物のスイッチバックがここで繰り広げられます。皆さんもご存知の通り、鉄道っていうのはもうその名の通りですが、鉄の車輪、それから鉄のレールによって運転されています。なので摩擦力が少なく、こういった急勾配は天敵なんですね。なのでこのようにして急勾配をずっと登りきるのは、連続で登りきるのは不可能なので、こういった急勾配の先に信号場を設けて、そしてここで一旦水平になって、また進行方向を変えて進むと、くねくねとジグザグと運転することによって急勾配を避けつつ運転することができるんですね。ここで進行方向が変わるので、運転台から運転手さんがいなくなりましたね。そしてこちらは一番後方側になるので、今度は向こう側の車両から車掌さんがやってきて、こちらは最後部車両になります。そしてここでちょうど信号上で、ここ上り列車との行き違いが行われるんですね。ここで列車の行き違いが完了した後に出発。そして出山信号所を出発すると、また急勾配を登っていくんですね。目視でもこれ分かるぐらいのかなりの急勾配、普通に鉄道に乗っていてこんなにね急な勾配を登る景色ってのはあんまり見ませんからね。そして出山信号所の次はこの停車駅、大平台駅にてまたスイッチバックが行われます。これね停車駅の表記なんですけれど、ご丁寧にしっかりとスイッチバックの表記もなされているんですね。大平台の次はまた信号所にてスイッチバック、合計で3回のスイッチバックが繰り広げられます。さあ、右側に見えてきた大きくカーブをしている線路ですが、この線路がまたこの後進んでいく線路ですね。ここで一旦線路と合流をして大平台駅に到着、そしてこの駅でまた体勢を整えて、そしてポイントを切り替えて今度は右側の線路を進んでいくんですね。典型的なスイッチバックです。さあ、この勾配表記もとんでもないことになっています。約71パーミル、あの薄い峠の信越本線の横川から軽井沢の間、あそこの薄い峠の区間の勾配も 66.7パーミルと、それでさえ超難所と言われていたんで、ここの箱根登山鉄道に繰り広げられているこの勾配っていうのはもう本当にね、全国的に見てもやっぱり化け物級の勾配っていうのがゴロゴロ存在しているんですね。さあ、またこの信号場で上り箱根湯本方面行きの電車との行き違いが行われます。もうね本当車掌さんとあと運転手さんにも気の毒になっちゃうぐらいですね。3回も片道で3回もこの車両間を往復して配置を交代する必要がありますからね、かなり大変。
そして行き違い列車ですが、本当であればこれに乗りたかった。箱根湯本の行き先表示、これもなんかプレートみたいなやつで表記されていますが、箱根登山鉄道の中でも最古参のモハ2型、それから後ろにはモハ1型が連結されて1編成となって運行されているみたいですね。昔走っていた木造でできた地基1型2型を改造して、そしてモーターをとっつけて走っているんですね。特に後ろのオレンジのやつは1919年の箱根登山鉄道開業時からある木造の地基1型を改造して令和になった今でも大切に使われている、そんな車両です。たった4両の短い編成ですが、それでも先頭が見えるぐらいの急カーブです。さあ山を登ってこの終点の強羅駅に到着をしました。箱根湯本駅の標高が115メートル、そして強羅駅ここの標高が550メートルと考えると、箱根湯本と強羅の標高差ってのは約435メートルも存在するということになります。そしてこちらからはケーブルカーが伸びていますね。これに乗車すればリア充御用達、芦ノ湖桃源台駅の方まで行くことができます。海賊船なんかに乗ることができるスポットですね。強羅に来て思ったんですけれど、もうめちゃくちゃ寒いんですね、ここ。あ、なんか冬真っ只中、12月、1月って思うぐらいの寒さでした。相当標高差があるみたいで、かなり防寒をしてった方が良さそうですね。さあ、そして乗車してきたこちらの列車、一線型の電車がまた箱根湯本駅方面に向けて出発をしていきました。箱根登山鉄道、まあかなり日本の鉄道の中でも標高差のある鉄道ですが、スピードこそ出ないものの、かなり標高差のある迫力のある景色を楽しむことができますので、皆さんもぜひ訪れてみてください。